1992年から1995年までのマケドニア共和国の旗ベルギナの太陽は古代マケドニア王国の象徴である太陽の紋章である旧マケドニアの国旗にも描かれていた英語ではバー・ユアナ・サンギリシャ語ではラムダ・ヨタ・タウイータイ・プシロン・ロー・ガンマニュー・アルファー日本ではベルギナの太陽またはベルギナの星と呼ぶまた マケドニアの星、またはアルゲードの星としても知られている。ベルギナの太陽が衣装として施されている黄金のラーナクス。古代ギリシア紀元前6世紀から2世紀の間に、古代ギリシャの芸術に最初に現れた光線状の太陽のシンボルである。同じ期間の同等のシンボルは、様々な十六十二八。 稀に6つの光線を持っており、その何本かの光線の間に16ほどのの三角形の光線を放つ。アンドロニコスが断定した黄金の箱には光線を有した星の模様が描かれていた。この模様はベルギナの太陽と呼ばれ、古代マケドニアの象徴とされるようになった。ベルギナの太陽という名前は1970年代後半にギリシャ北部の 小さな町ベルギナとその周辺で行われた考古学的な発掘調査の後に広く使われるようになったものである。紀元前4世紀のマケドニアのピリッポス2世、またはピリッポス3世の墓で発見された骨を収めた金色の納骨箱であるラーナックスに描かれていたものであり、この二人はアレクサンドロス大王の父と異母兄弟である。 古代マケドニア王国の歴史的な王家のシンボルとして暫定的に解釈されていたベルギナの太陽は1980年代からマケドニアのギリシャ人の間でシンボルとして一般的に使用されるようになり1990年代にはマケドニアのギリシャ地域の3つの地域単位と自治体の公式エンブレムとして一般的に使用されるようになった。しかし、 ベルギナ太陽というシンボルは1990年代前半にギリシャと新しくユーゴスラビアから1991年に独立したマケドニア共和国との間で論争の対象となった。マケドニアではこの文章はマケドニアのナショナリズムのシンボルとして採用され国旗にも描かれたものであったがギリシャ側はマケドニア王国の子孫は我々ギリシャ人であって 現代のスラブ系マケドニア人ではないと主張した。結局、1995年にマケドニアは国旗の形状を変更することに同意、ベルギナの太陽が移章された、旧国旗は別の光線状の太陽のシンボルに修正された。2018年6月17日、両国は北マケドニアの公共の場からベルギナの太陽を撤去することを定めたプレスパ協定に署名した。 最終的に2019年7月初旬、北マケドニア政府は、考古学的遺跡を除く国内のすべての公共の場、期間、記念碑からこのシンボルを完全に撤去することを発表した。ありがとうございます。